どうもみなさんこんにちは、チュース、アザスです。そしてりょうたのイケメン制作所のりょうたです。お願いします。いやー、ちょっとこのね、とんでもないゲストをお招きさせていただきました。ありがとうございます。あれはそんなに来てもらって、いやいや、もうりょうたくんには先にね、お話しさせてもらったんですけど、結論から言うと人生を変えたいなって思ったんです、うん、それにね、りょうたくんも賛同しますっていうところでね、ご協力をもらって、うん、僕の容姿をりょうたくんのチョイスで全部変えてほしいなと思って、そこでオファーをしたら心よく引き受けてくださいました。本当にありがとうございます。いやいや、もうアザスくんも全部変えますダメですちなみにどこがダメなんですかね、具体的に。あ、全部本当に全部ダメなんですね、はい。髪の毛、はい、眉毛、はい、ヒゲ、ヒゲ、服、全部今日は全部買います。今ここ、りょうたくんの行きつけの眉毛さんのミレボスさんに、来させていただきました。はい、早速眉毛をね、変毛させていただくべく来させていただきました。はい、いや、もうほんまに、はい、眉毛はもうメンズ特に、うん、めちゃくちゃ大事です。え、眉毛ってそんな、なんかシュッシュでやればいいんじゃないかなと思ってたんですけど。舐めてますわあ、ダメですか。アザスです、舐めてますわほんまに、うん、メンズは眉毛が9割って言っても過言じゃないです。はい、眉毛 9? 9、髪じゃないの？9、眉毛 9? 眉毛 9 眉毛 9、髪の毛 1、他はもう、ここ捨てていいっす、目、鼻、口はあ、そんぐらい、はい、確かにさ、眉毛すっごい綺麗だよね。そうなんです、眉毛めっちゃこだったんですよ。え、なんかつけてたりとかはする？してないです。え、してないの？アートメイクと、うん、あとはここでいつもやってもらってる眉パーマっていうので毛流れ作ってもらって、おうおう、このこだわりの眉毛を作ってます。マジで？アートメイクってタトゥー、眉タトゥーですね。眉タトゥー、はい、今タトゥー、タトゥーです。はい、眉毛にタトゥーする時代なの今。僕タトゥー入ってるんです。入れ墨。触っても動かないんですよ。失礼します。お、ほんまよ。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 うわあ、すごいですね。ここがタトゥーです。マジで？どうなっちゃうんでしょう、俺の眉毛。でもめちゃくちゃ良くなります。ね、もうひどい。モテたいですか？もちろんもちろん。モテたいですか？まず、りょうた君に何でオファーしたかっていうと、はい、まあ、大前提人生を変えたいっていうところで、うんうん、まず俺、全くモテないんですよ。はいはい。何にも女の子との、なんか ご飯とか、うんうん、なんかそのデートするとか、全く私生活なくて。音沙汰がない。そう、音沙汰なくて、カンコドリー状態なんですよ。はい、でも、今日、見た目を変えることで、まず自分に自信を持ってもらいます。うん、自信持ったら振る舞いも変わります。余裕が出てきます。女性は余裕がある男好きです。うんうんうん、モテます。うん、完璧です。なるほど。お願いします。というところで、じゃあ、はい、早速、眉毛、こしらえさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。もうやっちゃって大丈夫です。はい、お願いします。お願いします。はるかさんです。お願いします。はい、はい、はい。はるかです。あ、はるかさん。お願いします。はい、ありがとうございます。はるかさん、ありがとうございます。はい、眉毛整えたことありますか？お店でっていうことですか？お店で。一回だけなんか、ワックスみたいなシュッっていう。ありがとうございます。それいつくらいですか？4ヶ月前ですね。昨年の12月8日。めっちゃ覚えてる、はい、めっちゃ覚えてる今日なんかこういう感じにしたいとか。あ、もう全部りょうた君の指示に従いますできるだけ平行に近づけるような感じで、キリッと目で。はい、竹内涼真で。はい、よし来た、ほら来た人がやってるところを見るの初めてやから面白いいつもやられてる。確かに。アザス君、今日ヒゲ剃りました？それ。いや、剃ってないです。あえてですよね。あえてです、あえてです。あ、よかった。もちろんです。僕がボサボサで来てくださいって言ったからです。あ、そうです、そうです。ヒゲ残しといてるとは言ってないんですけど、ありがとうございます名前、ちょっと名前聞いていいですか？名前、僕のですか？はい、どっちのですか？本名ですか？何でもいいですか？
アザスくんです。アザスくん、はい、はい、アザスくん、はい、なんでアザスなんですか。いや、結構諸説あって。諸説は自分次第でしょ。まあ、確かに中学生の時にアザスアザス、お前うるせえなっていうところで、うん、アザスとなんか名乗っていいんじゃねみたいな。あ、そっからなの。そっからそっからっすわ。え、小学生の時からっすか。あ、そう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 。すごっ、うん、じゃあ、カットしていきますね。あ、はい。アザスくん、最近、はいはい、女性とデートしたんいつなんですか。うわ、え、どこまでがデートに入る。ちなみに、いや、普通にご飯、うん、2人でご飯とか。ああ、難しい質問だね。難しい質問なんですか。これって。じゃあ行きまーす。はい。そんな痛くないでしょ。痛くないですよ。あんな痛くないですけど、なんかおうおうって、うん。彼女はいつまでいるの。最後いつでした。中学生 OK ですか。まあ、よし、しましょう。よし、じゃあ中学生。マジっすか。マジ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 。10年以上いないってことですか。いないね、マジで。それは、うん、海外がありますね、うん、それは なんでなんですか。そう、女の子の輪の中に飛び込まない自分。なるほど、うん、それは怖いからですか、女性が。いや、怖くはなくて、すごい興味は興味あるけど、うん、めっちゃあるけど近づけない、うん、あ、でも近づくんだけど、うん、でもなんかそっからのなんか、なんか発展がないっていうか。なるほど。こんにちはで言って、こんにちはの入り地獄ですね。どうですか、高さん、こんにちはで男性。ちょっと言葉失ってる。そうそう、ちょっとってなりますもんね。眉毛がね、完成したんで次フェイシャルワックスの方をやって、無駄毛とかがね、やっぱ取れると顔のトーンとかもパキッとこう明るくなるし、印象良くなるし、鼻とかも結構産毛生えてたりするんで、なんかそれがなんか黒ずみとかに見えてたりする時もあるんで、そういうのも取ったりするとより綺麗になるんですね、顔が。そうだよね、リョクタくんさ、おでことかさ、頬さ、輝いてるよね。自然発光してますよ。マジっすか。すげえさ、発色いいもん。ほんまっすか。それができるんですね。それができます。楽しみやわ、それは。これもベリっていくんですか。これもベリっていきます。痛いですか。あ、痛いです。笑いながら痛いです。じゃあ、行きますね。あ、まだ大丈夫です。いいですか。はい。毛が見えるかな。産毛がふわってなってます。ああ、はいはいはい。斜めか見て。うわー、うわー、うわー。産毛自分じゃ抜けないですもんね。うん、いや、抜かないっす。毛剃らないんで、顔の。うん、いや、産毛剃りした方がいいっすよ。え、顔の毛剃らないんですか。ひげぐらいっすね。おお。え。え、みんな剃るもん。どんなの。まあ、あの、産毛剃りとかは。あ、やってるんだ。はい。じゃあ、俺んちだけ。俺んち。髪の型決めればいいんかなっていう価値観だったんで。うん、決まってないっすよ。うん。ポテンシャル全然あるっすからね。マジっすか。はい。なれる俺。なれますよ。もう自信湧いてきたな。いいっすね。うん。自己肯定感上がってきました。そうそう、そんだけ言ってくれたら。いや、ほんまに、うん、俺がそんなワックスつけないんで、はい、まあ、つけたら、ついてりゃ1回みたいなノリだったんで、どうですか。なんかもう、わーってやって、はいはい、あ、だいたいイメージついてるっていうので、はい、そうで電話みたいに。あ、もうその目的が髪型をかっこよくするじゃなくて、ワックスをつけるなんすか。本末転倒っすよ。そうそう、ワックスしたことありますか。あ、あるあるある。あります、うん、ダイソーとかで買って。ダイソー。ダイソーのパック、うんうん、初めて聞いた。え、
化粧水とかします？あ、しないしない。え？ガチっすか？ガチ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 。あ、終わりっすね。やっぱするか、みんな。いや、さすがに最近、メンズでもちゃんとみんなスキルケアしてます、ね。で、特に今から夏になってくるから余計もう終わるっすよ。日焼けでね、肌荒れるし。日焼けでは毎日ですね、365日。え？つけてる？はい。え？今日雨だよ。アドス君、それ舐めてますわ。え？曇りの時ほど紫外線強いんですよ。マジで？雨の時とか。そうっすよ。毎日つけてたんだ。毎日っすよ。その紫外線の蓄積が将来のアザス君10年後のその老化とかにつながってくるんですよ。今この紫外線をカットしておくとか日焼け止め塗っておくことで10年後の自分をどれだけかっこよく保てられるかっていうのがほんまに肝っす。ああ、そこまで見据えてたのね。それやばいね、それね。急に席やから。やめます。アザス君の横に一番並ばなさそうな。これで、え、ラジオ波でまず筋肉ほぐして、はいはい、美容液浸透させて、その色を引き上げるっていうのがあるので。すげえ、そんなんですね、はい、すごい。おー、ありがとうございます。3で3で行くみたいです。じんわりぐるぐる回ってます。ぐるぐる回ってますね。どうですか、美容成分とか入れたことないじゃないですか。もう入れないよ。入れないっすよね、普段の。そうっすよね、一般男子は。そうっすよね、一般男子美容成分なんか入れないっすよね、うん、ってかね、打ってくるっすね。痛いっすか。いや、痛くはないんだけど、なんかチク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 。いいっすね、いいっすね。あ、いいっすね、いいっすね。いや、あ、やばいね、これ、やばいわ。汗が、汗やば、汗やば。汗なくなってる。ティッシュオフ、ティッシュオフ。汗ティッシュオフされてるけど。いいっすよ、いいっすよ、説明、ね、いいっすよ。ねえ、ちょっと、俺みたい。進まないって。ほんまにすいません、ほんまにすいません。そうだよ、気持ちいいんや。お願いします。いいね、これいいっすね。すいません。でも、そんぐらい。そんぐらいもう、いけるんです、今これ、効果が。効果がね。そう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 。喧嘩しようとしてる。やっぱね、藤原紀香も言ってました。言ってました。おしゃれは我慢って。そうっす。うん。終わりました。よし、終わった。ありがとうございます。お疲れ様です。サウナ入ったっす。ご対面しますか。はい。いいっすか。あ、すいません。うわ、全然ちげえやん。あ、眉毛めっちゃかっこよくなってますね。めっちゃかっこよくなってます。ありがとうございます。すげえ。お、肌めっちゃツルツル。すごいね。やばいっすよ。やばいね、これ。全然ちゃうっすよ、ほんまに。眉毛でも印象ちゃうし。すげえわ。え、顔白くない？いや、ほんまに顔白くなってますよね。ほんまに綺麗。テカってる。汗かもしれないですね。うわ、すごい。ちょっとありがとうございます。感動、ありがとうございます。ありがとうございます。カメラすごい顔ちっちゃくなってるし、いや、ツヤがいい。すごい、ほんますごいっすね。いきなり劇的な変化ね。劇的ビフォーアフターですね。すげえ、みんなミレボさん、俺と行こうぜ。一緒に行くん。
あざすくん好きなの。そうそうそう、携えてちょっと眉毛とお顔ですね、はい、大変身、大成功、大成功です。ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今から、はい、パジャマから私服にね、私服着替えるために服買いに行きましょうか、はい、あ、はい、いいんですか服も、はい、だって冬用のパジャマ着てはるから今もう夏始まるよみたいな。まあ、もこもこだしね。もこもこだし。見たことない。行きましょうか。はい。はい。じゃあ、水野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あざす。あざす。それ、何やってるんですか。あざす君の顔タイプ。顔のタイプを診断して、はいはいはい、なんか4種類あるんですよ。ほうほうほう。チャーミングタイプとかエレガントタイプとかいろいろあって、はいはい、その顔によって似合うファッションとかが変わってくるんで。え？それでファッション変わるの？変わるっす。似合うファッションがあるんですよ。もっと言えば、ほうほうほう、そのパーソナルカラーってその人が持ってる肌の色とかによって似合う色とかもあるんですよ。そう、僕とかやったら、はい、黒とか青とかそういうパキッとした色が似合う。代わりになんか茶色系とかイエロー系とかがあんま似合わない。おお、あ、そうなんだ。そういうのがある。何見てんだろうなと思ってたらそういうことだったんですね。アザス君の顔の特徴をちょっと見てどういうタイプなんかなっていう。すごいわ。 そんなところまで涼太君考えてくれるのありがたいわ。もういやいやいや、もう徹底的に似合うのを探したいって。ちょっとありがとうございます。じゃあ服売り場行きまーす。というところで渋谷 H&M に来ました。涼太君、なんで H&M をチョイスしたんですか。安いそうだ、 H&M は安い。安くてちょうどいいおしゃれができる。そうです、それが H&M です。ほな行きましょうか。ほな行きましょう。ありがとうございます。はい、というところで、はい、購入しました。いやー、バモス。バモスですね。2時間かけて、約2時間かかりました。いや、どうしようかなっていうもうほんまにやっぱ人の服を選ぶのっていう、こんなムズいんやっていう、マジでかっこいいやつを選ぶことができたんで、髪を切りまして、はい、その後全部バシッと着替えさせてもらって、はい、お披露目していきます。はい、それじゃあ行きましょう。というところで、はい、りょうたくん御用達の美容院さんですよね。美容院さんです。あんま美容院にさんって いやいやいや、もう涼太くんがね、はい、もう足しげなく通ってる。足しげなく、これさっきの眉毛サロンの時言ってましたね。好きなんですか、足しげなく。なんか好きなんだよ、この表現が。そうです、パーカットさんに来させていただきました。中目黒店です。はい、中目黒店さんでございます。はい、ようやくこの長ったらしい髪を、そもそも髪を切らさせていただきます。お願いします。これはマジで激変すると思ってます。いやー、もうね、顔はもう完璧じゃないですか。もう完成してます、顔は。あとはね、ここをね、早くのっどけないとね。そうですね、早くもうこれのせいでもうファッションとかも全然もうなんかイメージがつかなかったですね。そう髪を涼太君の指示通りにイケメンに仕上げてもらいます。よろしくお願いします。僕は切らないですが。あ、涼太君ご監修のほどお願いします。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 上原さん。上原です。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつも来ていただいて。あ、そうなんですか。あ、涼太君の、もう、あの、足しげなく来てくれる。足しげなく。ありがとうございます。そうですね。ちなみにどれぐらいカットされたんですか。12月8日以来切ってないです。ちゃんとしっかりと。4ヶ月以上。4ヶ月ぐらい。やば。そのぐらいの切り替えがあります。切り替えもありますし、正直やりたい髪型にとか、あの、もしあれば全然できるのと、ちょい選択肢は結構多いかなとは思います。髪型としては。で、ただやっぱりちょっと色ムラ、そうですね、とかが少しあるので。カラーをちょっと統一してあげた方が綺
綺麗かなと思います。まずの感想ありますね。まあ、この金髪はもう黒にしてあげた方が、そうですよね。髪の毛が可愛い。おっしゃる通りです。今は黒より黒でいいと思いますけどね。黒よりで、さんの意見とか、あ、もうないです。もう全部全部もう任せます。はい。今日意見ないよ。なんで黒染めされたの？黒染めで金のブリーチされた理由とか。ああ、いやもうノリです。思い入れとか何もなくて。YouTube 出てるし。そうですそうです。ああ、じゃあそこのこだわりは。あ、ないですないです。もうプロに全部任せします。なんかこう YouTube 出てるんで、こうちょっと髪も派手な方がいいとか。あ、全然ないですないです。あ、それはないです。ないです。もうそこのこだわりはじゃあ全然ないです。全然ない。やっていきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。熱くないですか？はい、はい、これなんか伸ばしてる？いや、全くそういうのもなくて、ただ伸びます。なるほど。伸びます。いきなり眉毛のサロン行かさせてもらって、そういうの一気に変わったんですよ。いきなり本当にイケメン制作上だけじゃないんですよ。いや本当ですよね。高校の音源もやっぱ岩さんの YouTube 聞いて見てくれる方とかやっぱりいらっしゃいますけど、やっぱなんか来るときに皆さんちょっとずつ変わってきますね。なんか前やったりちょっとこうおしゃれになってもらえるので、すごいなと思いますよね。うん、一番弟子になりたいですね。一番弟子、まあ、ここまでね、自分が介入することはならないですよね。そう確かに、そうですね。陽太くんも初こういう全部付きっきりでやりますせみたいな。そうっすね。あ、初、ありがとうございます。いいえ。この前はどんな髪型してるんですか？やりたい髪型が特にないんで。どっちかというといろいろ引き出してほしい。ああ、そうですそうです。例えばそれが失敗のだとしても、はい、お任せしたいってことですかね。あ、もうあ、なるほど。また伸びれるからいっかみたいな。なるほど、なるほど。森なんで。なるほど。大丈夫です。まあ、でもそこまで言ってもらえたら美容さん的にも何ですか。気軽。そう安心して、じゃあ僕の感性を見つけていきましょうってなりそうですけどね。いつも言ってるのどうですか。僕も一緒に行きたいっすよ。連れてってほしいです。いや、行った方がいいですね。行った方がいい。そうっすよね。あ、その失礼な意味では。いや、全然ないですけど。化粧水もしないらしいんで。あ、しないです、洗顔も。洗顔もしないっすね。え、ガチっすか。ガチ。いや、すいません。そんな誇らしい顔するでも。誇らしないよ。違う、なんか俺最強みたいな、そういうテーマないんだ。違います。あなたドライヤーします？ドライヤーします。ドライヤーはさすがにします。はい、ね、しない方とかもいるんですか？そうたまにいるんですよ。いるんですね。いらっしゃいます。ドライヤーはした方がいい。そうですよね。ドライヤーは絶対した方がいい。センターパートしたことあります？いや、ないですナイス、マジで。フローバーぐらい。フローバーで。やってみたみたいな。そう。それでも大事っすよね、やってる。いろいろね。自分どれが似合うかっていうの。やっぱお風呂上がりが一番スタイリングなんでできますね。やっぱ、普通にパーツでいいかな。いい気がしてる。今日は、ね、自信を、あげることも、ね、僕の中であるんで。いや、大事ですね。BB クリーム買ってきたんですよね。どーん、なんですかそれ。肌を綺麗に見せるんです。日焼け止めと下地、はい、でまあ、朝スキンケアの後に最後にああ、やめると
綺麗に。あ、今もつけてやつしてる。つけてます。あ、じゃあそれはつけます。マジでそれわざわざ買ってきてくれたんですか。はい、さっきロフト行って。あ、ダスくんが好きな。あ、ありがとうございます。マジありがとうございます。ここまでしてくれないよ。すげえ優しいよ。ありがとうございます。いや、優しいですよ。優しいよ。優しいですよ、僕。あ、でも後で。え、いいんすか。マジっすか。え？これカメラ撮れた後、はい、嘘をなしなし。なし無理です。無理っす。無理っす。それが、それが、それが無理っす。ということはもう本当にくれるんですか。はい。ありがとうございます。マジか。なんだ。イケメン制作所亮太とは何なの。藤井風か。かわいいですね。ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。はい、じゃあ、こっちも。はい、よかった。じゃあちょっとアザス君に登場してもらいましょう。うわー。うわー。竹内涼真。マジイグ。最後まで動画を見てくださりありがとうございます。こちらがウィナーズの最新の動画となっており、そしてこちらが私の一押しするチャンネルの動画でございます。両チャンネルとも何卒チャンネル登録ご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。じゃあのー